はい、こんにちは、稲部です。今日もですね、有益な情報をお伝えできればと思います。今日のテーマでですね、座っていると痛む腰痛に関してですね、またですね、質問が来たのでお答えできればと思います。これはですね、非常に多いと思います。特にですね、デスクワークでずっと座っている方のお仕事ですね、で座っている方に関してもそうですし、他のですね、例えば電車に乗ってるとかバスに乗ってるっていう方ですね、ずっと座ってると痛くなってくるって方もいらっしゃると思います。でそういう方はなんでまずは痛くなっていて、それを解消するにはどうやっていったら解消できるのかっていうお話をですね、今日はしていこうと思います。でそれを知ることによって、あなたはですね、もう腰痛でですね、座っている腰痛に関してですね、自分でですね、対策はできると思うので、ぜひですね、最後まで見ていただければと思います。まずはですね、腰痛、座っているとなってしまう腰痛はどういうことになっているのかっていうのをお伝えできればと思うんですけれども、あなたもですね、ずっと座ってるとお尻だったりとか、腰の部分っていうのは痛くなってくると思うんですね。でまずは原理原則、最初の部分、初期段階、根本の部分っていうのは考えてほしいんですけれども、人間の体っていうのはずっとですね、圧迫、何かしらに触れていると、ここの神経っていうのはまずダメになります。なのでお尻、例えばずっと座っていて、お尻をですね、ずっとついてる、潰されてる状態で全く同じ位置をずっとついてると、だんだんお尻の細胞がですね、ダメになっていくっていうのをまず理解してほしいんですね。なので人間はですね、どういうふうにそれを回避しているかというと、人間っていうのは立ってる時もそうですし、何かしら作業するのもそうです。でずっと座ってる時もそうなんですけども、ちょっと動いてるんですね。ちょっと回って動いてるんですよ。で立ってる状態もそうなんですけれども、じっと立ってたとしてもですね、ちょっと微細にですね、動いてるんです。前に行ったり後ろに行ったり横に行ったりですね、回ったりっていうのを動いてるんですね。で動かないとどうなるかというと、さっき言ったように足の裏の細胞がダメになります。なのでそれをダメにさせないためにも、ちょっと動いてるんですね。で座ってる時もそうで、座ってて静止してるように見えたとしても、静止してるわけじゃなくてちょっと動いてるんです。でそのことによって筋肉っていうのは常に動いてるんですね。ちょっと前に行くときは前に行くような神経が、筋肉がですね、動いてたりとか、後ろに行くんだったら後ろに行くような筋肉がですね、動いたり、ひねるんだったらひねるっていう筋肉がですね、ちょっと動いてるんです。で筋肉っていうのは全てですね、24時間365日動いてないってことは、体なんですよ。全部の筋肉っていうのは数ミリでも動いてないって時はないんですね。なので、症状が出たりするんですけれども、まずはその辺を理解していただきたいんです。でなのでじっとしてたとしても、微細に人間の筋肉っていうのは動いてるっていうのを理解してほしいので、そうすることによってで次の理解というのは深まるんですけれども、微細に動いている筋肉をですね、常に同じ状態で同じだけ使っていると、筋肉っていうのはどうしても疲労をためるんですね。疲労をためる、乳酸、よく乳酸がたまるとか言うんですけども、乳酸がたまると筋肉が硬くなるっていうのを、乳酸が成分なんですけども、そうなってくるとですね、その乳酸を抜かなければいけないっていう作業があるんです。でそれがですね、例えば伸びをしたりとかストレッチになるんです。ストレッチをすることによって、溜まってきた乳酸を抜くことができるんですね。なので、人間の体っていうのは、まずはずっと止まってたとしても微細に動いている。で微細に動くことによって筋肉っていうのは常に365日24時間動いている。動いてない状態では当然座ってる時も動いている。なのでそこの部分でずっと同じ姿勢でいると当然疲れてくるっていうのは自然現象なんです。まずはそこを理解してほしいんですね。でその中で痛みが出る方出ない方っていうのは何なのかっていう話です。で痛みが出る方っていうのは、さっき言ったようにずっと同じ姿勢でいるっていうのは特徴です。で痛みが出ない方に関してはどうなのかというと、痛みが出ない方っていうのは微細に動いてる中でも、何かしらのこう動きによってストレッチをかけたりとか、何かしらの動きで同じとこに負担をかけないようにこうやってこまめに動いてるんですね。なのでそこの部分をやってほしいんです。で特にですね、例えば椅子に座って人間がいて、お尻があって顔があって、こうやって座ってたとして、
ここの部分っていうのを触れてて、ここの部分っていうのをずっと圧迫していくと細胞っていうのはなくなります。なくなるというかダメになっちゃうので、なのでずっと同じ圧をですねずっと加えてるんじゃなくて、ちょっと動いてる中で筋肉が同じとこを使うんで疲労を溜めていくので、ここの部分だったり腰の部分っていうのが痛くなってくるんですね。でよくですねずっと座って猫背になってきたから伸びをしようとしてまた作業しようとしてまた痛くなってくるってケースがあると思うんですけど、そういうケースはどうするかというと、一回立った方がいいんです。一回立ってですね体を伸びをしたりとか曲げたりとか両方向まずは動かす、伸びをして反って体を反る、あとは前にかける、左にひねるっていうのをまずやって、もう一度座ってデスクでやるっていうのをやってもらうと、これは解消法になるので、ぜひですねその辺やっていただきたいんです。で猫背が、もう一つポイントは猫背がですね悪いと思っている傾向が非常に多いです。こうやってなっててデスクワークをしているっていうのは非常に悪いので、姿勢を正そうとするんですね。でこれはですねいい面もあれば悪い面もあるんですけども、ここの腰痛に関してはいい面ではなくてですね、丸まって痛みがなくて作業してるのであれば、これが今正しい姿勢なんです。もう一度言いますね、猫背が悪い傾向に非常に思われがちなんですけれども、悪い時、猫背が悪い時もあれば悪くない時もあるっていうケースをまず覚えていていただいて、こうやって作業をデスクワークをしていてですね、前にグッて肩が入った状態で作業していて、この状態が痛くなければ、腰が痛くなければこの状態をキープしても大丈夫っていう体の判断なんで、決してですねこうなっているからこれをこっちに正しい姿勢直さなきゃってするとですね、逆に腰が痛くなるケースってほとんどなんで、丸くなってて痛みがですね、腰に痛みが来なければこれがですね今の状態の正しい姿勢っていうことなので、これが丸まってるから悪い姿勢っていうことではないんです。なのでまず理解してほしいのは、猫背っていうのは決してですね悪い方向でもなければ、いい方向でもないんですけど、悪い方向じゃない姿勢っていうのが一つですね。だから猫背だとしても OK です。猫背だとして作業をしたとしても OK なんです。なので猫背で痛みが、腰に痛みが感じなければ、この姿勢が今のですね状態のベストな姿勢になってくるので、ぜひですねその辺を理解していただくと、やってる姿勢だったりっていうのは非常に変わってくると思うんです。でもう一度まとめるとですね、人間っていうのは座ってる時っていうのは同じところをずっとついてると、ここの細胞っていうのはだんだんダメになってきます。なので人間っていうのは常にですね365日24時間ずっと動き続けてます。なので座ってる状態も当然動いてるんでね、微細に動いてます。なのでこの辺が腰痛になるっていうのもあります。であとはですね理解の違いなんですけど、理解の違いというか認識の違いなんですけれども、猫背っていうのを悪く捉えがちなんですけれども、座っていて猫背で腰が痛くないケースっていうのは、猫背っていう姿勢が今の状態の姿勢のベストなので、この状態を取ることによって OK なんです。なので猫背でも悪い姿勢ではなくて、ここの部分で痛みが出てなければこれをずっとキープすることで作業はできるんです。なのでよくですね、猫背だからこうやって直す人いるんですけど、そうなってくるとまた腰痛につながってきたりするんで、どの姿勢で痛みが出るか、どの姿勢で痛みが出ないかっていうのをしっかり判断してですねやっていただく。でもし痛みが出てしまったのであれば、腰から一回座ってるから状態から立ってですね動かす、前に前屈してみたりとか反ってみたり、右左にまずは動かして乳酸を抜いてからまたやるっていうのをぜひですねやっていただければと思います。そうすることによってあなたの座っていた時の姿勢ですね、痛みが抜けるっていうのはあるので、ぜひその辺をやっていただければと思います。はい、今日の動画は以上になりますね。良かったと思った方はですねぜひ高評価を押していただければと思います。でチャンネル登録もですねぜひお願いいたします。でまずはですねここ見られている方はですね、自分の体っていうのをまずはですねこういう知識だったり、自分の体にですね当てはめて、どういう状態で体が良くなっていくのかってまず理解して、自分で試してですね、自分の体が健康になったらこれをまた近くの方、家族だったりとか近所の方だったりとかっていうのを
にシェアすることによって、シェアすることによってその輪が広がるんですね。でいいこと、いい状態になってくるとみんながですね健康になって人生も良くなっていくと思うんで、ぜひそういう、環境をですね作っていただければと思います。でそういう活動をですねぜひ今後ですね続けていきたいと思いますので、ぜひですね、応援の方よろしくお願いいたします。はい、では